ちょっと一番私が気になっているのは岡山選挙区なんですよ。ツイッターでもね、私つぶやいたところなんですけども、岡山選挙区、今自民党優勢なのでいけるとは思うんですけどもね、岡山は1議席なんですけども、小野田紀美さんっていうね、女性が自民党の候補者なんです。なんで注目してるかというと、小野田紀美さんは公明党の推薦はいらないと言ったんです。これね、自民党の国会議員で公明党の推薦いらないって言って選挙始めたのは初めてなんですね、この方が。で、公明党は、おっそうと、俺たちに応援いらねえのかっていうことで推薦取り消しですよ。なんかそこら辺が偉そうな、あ、いいんですよって、いらないって言っても勝手に応援させてもらいますねって言っとけば大人の対応ですよね。まあ、これ推薦いらないなんて言った小野田さんが子供っぽいっていうことで終わった話だと思うんですけども、小野田さんが推薦いらないって言ったら、いや、じゃあもう推薦取り消すわと、いや、公明党の後押しなくて受かると思ってんのかっていう話なわけですよ。そんなのね、若い女性がね、ちょっと意気がって言ったけど、大丈夫大丈夫って、ちゃんと応援するから心配しないで、別にいりませんって言われても勝手に応援するんで大丈夫ですよぐらいのね、選挙終わったらちょっと仲良くできたらいいかしらみたいなぐらいのことを言っとけばね、大人の対応ですよね。うん、すぐ推薦取り消しと、いや、受かれるんだと受かってみやがれって話ですよね。いいですか、今回の岡山選挙区、小野田さんを絶対勝たせなきゃダメです。つまり公明党の票はいらないと言ったことで票が増えなきゃダメなんですよ。これをね、全国の自民党の候補者に見せつけたいんですよね。公明党に支援してもらうから票が来るんじゃなくて、公明党はいらないっていうことによってより票が取れると、という風にならないといけないんです。で、今そうなってます。この調子でいくと多分票増えますね。前回よりも票取ってほしい。だから公明党票がごそっとね、10万票ぐらいなくなるらしいですよ。ところが前回より取ったら、公明党が推薦してるから嫌だっていう人もいるわけですね。公明党が離れたら、じゃあ投票するって人もいるわけですから。だからね、初めてなんですって、自民党の国会議員でね、応援を拒否して選挙に打って出たのは初めてなんです。これ逆に負けたらどうなります？だって前回勝ってたわけです、公明党の応援があって。で、今回公明党がね、逆に回ったら負けましたってなったら、結局ね、自民党の国会議員は公明党が支えてるって話になっちゃうんですよ。だからね、この選挙絶対に小野田紀美さんを落としてはダメなんです。自民党の未来がかかってます。もう岡山の話じゃなくて、これ参議院だけじゃない、衆議院も含めて日本中が全部かかってるんです。未来の自民党がかかってますよ。これ引き分けはないですからね。勝つか負けるかですから、負けたらやっぱり自民党には公明党が必要だとなる。勝てば公明党なくていけるって話なんですよ。ここは大きいですね。で、今のところですね、小野田紀美さん各社一番つけてますね。接戦にはなってない、倍ぐらいの差をつけてますね。立憲と国民が推薦している黒田進っていうのがいるんですけど、そこが2番手なんですが、今のところポイントでいうと30ポイントぐらい差が開いてるので、とそれからこっちの数字はどうかな。これ共同通信ですけれども、岡山選挙区差が開いてるな。もう37ポイント差だ、2位と。だから小野田さんは公明党いらないって言ったことによって、小野田さんを支えるんだみたいになって、多分今この流れだと前回より票取るな。これは自民党だけで勝てると思ってんのかと、やってみろと、うちら敵に回すと落ちるぞといいのかっていう、そういうなんかね、上から目線の態度が非常にいやらしいですよね。子供だよね。カチンと来ちゃったんでしょうね。だから初めてのことだから、しかも岡山でなんで自分たちのところふざけんなみたいなね、カチンと来ちゃったんでしょ。ああ、だったら推薦取り消すよっていうね。バカだね。ニコニコしておけばいいのにね。大丈夫です、勝手に応援しますからよかったのにね。バカだね、公明党もね。本心が出ちゃったんだよね。まあ岡山の公明党に策士がいなかったんだな。頭のいい人がいなかったんだね。一人でもいればね、ここは悔しいけどそれでも応援します、ニコニコってしようぜってすればね、公明党の株上がったのにね。バカだね、本性が出ちゃったんだね。カチンってきちゃったんだよね。これ選挙っていうのはグッとこらえて、自分のね、プライドとかそんなもんどうでもいいんですよ。選挙って自分の金とか自分のプライドなんかどうだっていいんですよ。そういう風にやんないと、いきなりプライドが出ちゃったわけだ。なぬみたいな俺たち舐めてんのかみたいなね。小野田紀美さん自身もそんなね、全国区で名前が轟いてるわけではないので、今回の件がなかったらもちろんこれほど注目されることもなかった
かったでしょうけど、本当に今全国が最も注目する選挙区になってしまった。そして日を追うごとに2位との差が開いてるんですよ。安倍さんが来週岡山に入るのね。あ、そうそうそう。とにかく小野田公さん絶対に負けさすわけにはいきません。岡山の方お願いしますよ。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。